はい、こんばんは。こんばんは。はい、今日はね、6月6日。はい、オタク惑星第72話。あ、さっき確認したわ。まあ、いつものごとくという。俺がびっくりした。はい、あれって、回数が10回減ってる。というわけでね、はい、今日は久しぶりのね、はい、マザジュリエッタと。はい、キャップでございます。どうも、ご無沙汰しております。はい、どうもどうもどうもね。はい。ね、今日は私がね、無理やり読みました。やっと落ち着いてきましたもんですけどね。うん、そうですね。はい、よかったです、よかったです。はい、もう、ケツが見えてきましたんで。はいはい。もうね。はい、もうそろそろもう復活してもらえないと打ち込まるんですよ。もう打ち込まるんです。もうレギュラーがいないんで、ね、あんまり、ね、ああそうだね、うん、いやいや、まあね、あの最近ほら、あのニトロちゃんとかね、うん、回してたそうそうそう、ニトロちゃんとかを回してたけどね、うん、ニトロちゃんほらこうシフトがね、うん、忙しいし、うん、まあね、こういう男臭い部屋に呼ぶわけにもいかんので、こうワイワイ貿易にさ、うんうん、行って話さなきゃいけないので、ワイワイ貿易との話もしなきゃいけない。おとりがね、結構大変。あ、分かる分かる。うんうん、まあね、あそこもね、店だから、そんな簡単にはいかないからね。そう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 。うん、常にね、結構ね、あのね、客呼ぼうぜ、もっとみたいな話になっちゃうからさ、うん、まあいいんだけどね、うん、そうそう、どんどんね、ワイワイ貿易にでも遊びに行ってください、遊ぶだけじゃなくて買ってくださいというね、お話になってくるわけ。何これ珍百景で有名だったけど、物を買わない客がいっぱい増えるだけって言ったよ、大田さんが。にゃんこ見に行ってるだけというね。そうそう、みんなにゃんこ見に行くだけで、全然物を買ってくれないからみたいな感じで困ってた。うもうね、そんな客ばっかなんだよって怒ってた。まあ、なかなか難しいですわな。そうですね、ああいった品物を買ってくれるお客さんっていうのもね、そうですね、もうちょっとやっぱりものすあのお宅の底辺が広がってもらわないと。そうですな、うん、でそういえばあのゴジラあってますね、はいはい、合ってるね。キングオブモンスターズ見に行きたいね。行きたいんだよな。面白いらしいよ、やっぱり。やっぱそうなのよね、うん、ケンさん出てるしね。キングギドラとね、ゴジラとモスラとラドンっていうさ、うん、もうこの往年の怪獣プロレスを見せてくれるわけよ、ハリウッドで。そう、ハリウッド制作の怪獣プロレスになってくるよね。そう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 、うん、やばいでしょ、あんなの。うん、ね、わあ、見とけよかったと思って、この間その土曜日ね、うん、1日にさ、あ、映画の日ね、そう、今度日曜日行こうかなと思って、あ、今日はね、あのゴジラたちをちょっと並べてみました、うん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 、これはね、次回怪獣惑星に登場するね、ジラス。ああ、ジラス ね、いいね、ウルトラマン。あ、ゴジラの、進化系じゃないけど。進化か。まあね、こいつ、うん、まあね、これはね、そのうち語りますね。はい、これは、みんなの大好きなゴジラ。うん、お友達ゴジラね。お友達ゴジラね。うんうん、南海の決闘みたいな、うん、大決戦とかね。とかのゴジラがね。ゴジラの息子あたりね、はい。で、こちらがね、真ん中がね、これ、海洋堂のソフビトイボックスの、ティラノザウルス。旧復元ってやつですね。いわゆる体が立ってるタイプの、あれですね、うんうん、昔のティラノザウルスの復元みたいな、はいはいはい、水平じゃないタイプのね、うん、ジュラシックパークあたりに出てきたティラノサウルスっていうのはこう平行になってる地面とね、そう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 、尻尾ピョーンって横に出してるみたいなね、そうそうそう、やつだからね、昔はこの尻尾がね、うん、地面についてるのがね、そう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 、当たり前だったんだけどね、うん、今はそうありえないと、うん、本当は尻尾は浮いていたよっていうのが定説ですな、そうですな、はい、うん、まあ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 、最近どうですか、忙しいです。いや、もうやっと落ち着いてからっていうことで、うんうん、なんとかこう出てこれたというね、僕はですね、最近はね、ツイッターとか、まあ、当たり前のようにいつも言ってますね、ツイッターがメインなんですけどね、はいはいはい、事故が多いですね。多いね、事故が多い。まあね、まあこういうこと言っていいのかどうかわかんないけど、やっぱりおじさん、じいさんたちの ね、事故が多いんだよね。もう突撃していくからね。いやー、あの福岡の事故すごかったもんね。すごいですね。あんなんで突っ込まれたら避けようがないだろうっていう。ぶつかった車2回転してたろ、ゴロンゴロンって。うん、あんなのぶつけられたらたまらんだろ。西部警察か、危ないデカかっていうぐらいのスタントをやって。スタントって言っていいのかね、もうね、うん、最近やっぱりこういろいろぶつかってくるからさ、保育園の、はいはいはい、外のやつとかもさ、うん、もうあれよ、要人警護のみたいになってるよ、 SP みたいに、もう保護さんたちがさ、はい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 、5人体制ぐらいさ、こう周りを見ながらさ言ってんだよ、いや、なんで要人警護かみたいな。いや、もうね、
どこの事故だったっけ、保育所のね、あの遠足かなんかの中に突っ込んだっていうのがあってさ、あれで保育所の園長さんかなんかが随分なんか泣かされてたじゃない、メディアの質問攻めでさ、うん、そうそう、もう本当にそのあなたたちには過失はなかったんですかとかさ、過失ないわって、まあ、あるわけねえじゃんあれだけやってんのにみたいなさ、横から飛んでくんだぞお前正気じゃないよ、かわいそかったもんね、もう、うん、号泣やったもんね、あの園長さんさ、そうね、うん、もう見てて切なかったっつーかさ、うん、そうそう、いやね、まあそれも、うん、まあね、最近のね、なんかニュースというのはそれもありつつ、うんうん、まあね、まあどうでもいい、ちょっとごめんね、話をするわ今から。あのね、ツイッターでさ、うん、俺ふとね、うん、見てたんだけどさ、風俗嬢、ごめんね、なんか下世話の話で、風俗嬢が、うん、そのホストに対してなんかね、うん、私たちはね、すごいね、リスキーな仕事をしてね、うん、あなたたちに貢いでんだからね、あなたたちはもっとサービスするべきだみたいなね、今書いてあって。まあね、うん、俺はその読んでて、うん、じゃあ行かんときはいいやろうって、まあ、まあ単純に思ったんだけど、まずこう仕事してたりとか私生活とかいろいろ友達の中で話すときに、うん、あれってみんなあれなんか理想とそのなんちゅうの自尊心プライド、うん、ってなんか考え方間違ってませんかって思ってちょっとね、僕は思ったんです。なんか、はい、あれみんな違うくない考えてることって、はいはいはい、もう本当にね、何から何まで仕事から私生活から、うん、結構ねその理想とその自尊心のバランスの悪さで、うん、なんかこうねごたごたすることって結構多いのよ。なるほどね、うん、多いのよ。でも、うん、それがそのなんていうの、足かせっちゅうか、そうね、気持ちをこう落としてしまう原因になったりとか、そうそうそう、してるわけでね、簡単にね、僕ね、うん、まずね、うん、まず結構ね、プライドが高いってね、この間そのキャプシーがね僕に言ったんですよ、うん、あの人はプライドが高いよねって言われてて、言われてて、あれプライドが高いんだっけってあの人はって、いや僕の会社のねちょっとね、うん、この内輪の話でそのキャプシーが僕にそのあの人はプライドが高いよねって言ってて、で僕はそれに、うん、そうだったん、そうだっけと思って、うんうん、あプライドが高いのと理想が高いのは違うんだよっていう話をね、簡単にねちょっとねご説明しますね、うん、いやこんなね本当は当たり前、分かってて当たり前だと思うようなことなんだけどさ、うんうん、まあ、簡単にグラフに書くわ、見えるかな、これ見えてるかな、これでこれこれアギト邪魔？もしかして、ちょっとごめんね。ちょっと簡単に今は説明しますね。はいはい。例えばこれが理想、これ理想ね、理想、ここに理想があるじゃないですか。はいはい、でここが、まあ、自尊心、つまりプライド体。はいはい。プライド、こうプライドがあるじゃないですか。はいはい。ね。で、こう理想、例えばものすごく簡単に単純にちょっとごめんね、ああいうね、例えばさ、まあある人がこう年間ね、うん、10万貯金したいってする人とかいるとするじゃないですか。もう、はいはい、簡単にさ、うん、数字の方が分かりやすいでしょ、ごめんね。だね。で、うん、10万でさ、うん、頑張れば貯めれそうじゃない、うんうん、ね。だね。で、その人っていうのはさ、理想は低いわけよ。うん、ね。縦のグラフに書くと理想は低いわけ。うんうん、ね。でも、ね、じゃあこの人はね、その、ね、年間10万円とか貯めれるわけよ。うんうん、10万円貯めれましたよ、うん、10万円貯めれたぜって見たか、うん、俺はこれだけ頑張って10万円貯めたんだぜっていうのがプライドよね。そういわゆるね、つまりそう、うん、ここがバランスができてると、うんうんうん、理想とプライドがのバランスなのよね、うんうんうん、つまり自分が10万円貯金しようと思って10万円貯めれたって、うんうん、ね、よかったって、うん、ね、でやればできるじゃんって、うんうんうん、ね、例えばでそれを見た人が第三者がね、うん、あすごいねって自分で10万ね貯金するっていうのをちゃんとできたじゃんって、うんうん、認めてくれるわけよ、うん、でそれがプライドなんで、うん、認められることによってプライドが満足するわけよ、ね、そう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 、自尊心が満足する、そう、自尊心が満足するわけよ、うん、じゃあね、はい、よ1億貯めたい人がいるとするじゃないですか、うん、1億ね、うん、でこの人めっちゃ理想高いわけよ、うん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 、これ実現できる人何パーセントいると思います？ほとんどの人ができないと思います。まず無理だよね、うん、
ってなると結局さ、まあできたとしてもさ、まあね、100万ぐらいとしてます、うんうん、結局こういう差ができるわけじゃないですか、うんうん、自分の理想の方が、ね、うん、高くて、例えば結果できない、うんうん、でみんなからなんだこいつ言っててできないじゃんって、うん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 、ね、プライドは傷つく、つまりこの差がストレスなのよ、うんうん、僕たちの、はいはいはい、ここがストレスなの、うんうん、ね、そういうことになるね、うん、つまりさっき の, その風俗場も、うんうん、理想は高いわけよ、うんうんうん、男の人はこうするべきなんだって、うん、でもそれがされてないからストレスになってるわけです、うんうんうん、まあ、そこはもうね、自分の身の丈に合った、うんうん、自分のお小遣いに合ったホストなり何なりを選ぶか、うん、理想を下げるかね、うん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 、するしかなくないか。もうそれしかないのよ、うん、実際。例えばね、もっともっとね、あの話をすると、そうね、うん、なんだかな、例えばさ、僕たちのね、この僕たちって、うん、まあ、オタクじゃないですか、はいはい、だから、まあ、オタク同士の結婚と考えてよ、うんうんうん、オタク同士の結婚って考えてさ、オタク同士の結婚だったらさ、まあないんだけどさ、まあ結構一般人と結婚する、これね、もうちょっと掘り下げて言うと、あの僕ね、あのオタクは結婚に向いてないっていう論をね、一度ね発表したことがあってうんうん、うん、オタクは結婚できるかできないかは関係なく向いちゃいないよねって、これものすごくね叩かれたっていうのを前言ったよね、ものすごく叩かれたのよ、結婚に向いてないんじゃない、できるって言われて、いやできるよ、できるけど向いてないんだよっていう話をしてて、うんうん、だって仕事に向いてなくてもできるじゃんって、うん、例えばさ、ね、うん、運送業に俺向いてないけど運送業できるでしょってだって今してる仕事ってさ、自分で向いてると思って知ってないわけじゃん、大体の人がさ、うん、そうだね、まあね、食っていくためにはしょうがないよねって思ってやってるわけじゃん、うん、だから向いてる向いてないとできるできない関係ないんだって、うん、で結婚はできるけど向いてないよねっていう話をしてた時に、うん、してて、うん、例えば一般人のさ人と結婚するとさ、うん、例えばよ、まあ何も趣味がない人だったら、うん、まあね、家庭と仕事で、で10-0ぐらいで、ね、うん、ね、仕事の時は、ね、仕事に10、家庭の時は家庭に10って、うんうん、ね、なれるわけなんだけど、僕たちってオタクだから、はい、大体8-2とかね、うんうん、8-2とかになるわけ例えばこれが趣味だったり、うんうん、でこれが家庭だったり仕事だったりするわけ、はい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 、ね、これがよ、このバランスがよ、うん、6-4の人もいるわけ、はいはいはい、そうだね、ね、趣味が4で、うん、ね、家庭が6の人もいれば、うんうん、ね、仕事が6の人、もうオタクっていうだけでこれ10-0はありえんわけよ、はいはいはい、8-2だったり6-4、この割合が違うだけで、うんうん、もう絶対10はないわけ、ほとんど、うん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 、分かる、うん、分かる分かる、ね、うん、だってアニメ見てる時間もあればさ、うんうん、オタク友達と話してる時間もあるわけ、うん、もう絶対そこに時間が割かれるわけ、うんうん、おもちゃいじってる時間、プラモデル使う、ね、作ってたりとかさ、そうそうそう、モデルがいじってたりとか、うんうん、そうそう、だからさ、うん、だからあのね、うん、結構見積もりが甘いのよ、はっきり言って、 理想をね高くしすぎて見積もりが甘いわけ、はいはい、こういうのもさ、うん、ね、なるほどね、例えば、うん、あの結婚したらね、私のなんかこう化粧品を買ってくれたりとか、うんうん、結婚したら家庭でなんかこう料理作ってくれてっていう、うん、何でもしてくれてっていう理想をね、うん、のっていう見積もりが甘いわけ、はい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 、で結局そう、いやなんだよってなんかね、なんかおもちゃ買ったりとかしてるじゃんとか、うん、ね、うん、ね、現実ね、日曜たんびに遊びに行きやがってとかね、そうそう、この差がストレスなわけ、うん、なるわけよね、だから、うん、このストレスっていうのはね、もう人間同士なんだから、お前に趣味を捨てろとか言うんじゃなくて、うん、お前の見積もりが甘いんだからお前が諦めろって思うのよ俺はなるほどね、うん、だってそうじゃん、うん、で隠してたらね、オタクだって隠してたらよ、うん、俺例えば俺がオタクって隠してて、うん、ね、結婚して、はいはい、なんだ何よあんたはそんなおもちゃとか買ってね、なんか、うん、そんな今までそんなとこ見たことないよ、ね、みたいなね、なんか、うん、なんかイベントに行ってって時間ね費やしてって私の時間はどうなるんだよって言われるなら俺もね、あ、すいませんって俺詐欺ってましたねって言うけど、最初から知ってたのにこれは言うのはまずかろうと思って
どうなのってごめんね、説明するね、なんかあったか、いやいやいや、やめてくださいよ、もういや大丈夫だよ、大丈夫だよ、でもね、やっぱみんなね、思ってることが結構ね、僕こういろんな人の話聞いてさ、ちらほらこういう話があるわけよ、うん、だからね、あの皆さん、あのあれ自分の身のこうね、理想が高すぎて、うん、あのこうね、自尊心がね、あの満足できないっていうのはもう基本的にこっちは上がんないんだから、うん、こっちを下げましょうよって思うんです、まあ、理想を下げましょうって、うん、理想を下げなきゃね、うん、自分の身の丈に合った理想をね、することによって、うん、あのもしくは相手に合わせてあげるとかね、そうそう、うん、まあ、それがそう、うん、理想を下げるのはそれもあるたりね、うん、相手に合わせたりとかするっていうのもさ、そのね、下げ方が一つじゃん、無趣味な人よりもいいよ、趣味がチートぐらいある方がね、うん、そうだよ、うん、面白いからね、そう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 、うん、いやいや、ごめんね、熱かなってどうですか、皆さん、ね、皆さんもね、あの理想をあまり高く持たないようにね、うん、あまり高すぎると、ね、自分の中でね、できない自分にね、こうストレスをためてしまうからね、うん、うん、何でもいいから一つチャレンジして一つ超えればいいじゃんって、うんうん、そう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 、でね、彼氏なり彼女なりがさ、なんかこう趣味持っててって、自分の時間を作りたいってしてるんだったら、自分も趣味を持てばいいのよ。そう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 、うん、何かしらの趣味を持って自分の時間を立てるんじゃなくてね、そう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 、作って、それで自分はこれをするから、その間あんたそれをしときなさいみたいな、うん、そうそう、うん、融通の利かせ方をする必要があるだろうって思うけどね。はい、そんなわけですな、うん、いや、よかった、今日はこれが半分語りたいのと言ったんだよねいや、結構ね、分かってない人が多いもん、だって、うん、あるのかもね、うん、そういうのもね、森はさ、できるとさいって言うけど、いや、違う、理想が高いだんだ、うん、いや、できてないよできてないよ、みたいなね、うん、そうそう、仕事とかでもね、やっぱあるわけよね、うん、そういう人ね、同僚とかにいますよね、皆さんね、うん、そうそうそう、俺もそうなんよ、うん、そうそう、もうできると思ってやってみたら全然できないから今こうして苦労してるっていう ね、うん、そうね、のがあるからね、そうそう、理想を高く上げすぎない、うん、そうそうそう、努力にね、比例する、うん、はい、というわけでね、すいませんね、で最近ね、はいよ、仮面ライダーアギトがね、ああ、アギト、うん、はい、ずっとそのね、なんだっけ、お名前ちょっと今ちょっと忘れちゃうんだけど、はいはい、ね、お話をしたいっていう子がいて、おまあ来週、再来週ぐらいにはね、その、だけ73、74ぐらいか、74、4ぐらいで、仮面ライダーアギトの話をドーンとできると思います、ちゃんと、うん、その時はそのお兄ちゃんも呼んで、そうですね、うん、その語りたいって言ったお兄ちゃんも、うん、呼ぶんだけど、ちょっと今日は触りでね、うん、アギトのね、ちょっと触りのをちょっとね、まあ話の内容は言わないんだけど、ちょっとふとね、この造形についてちょっと語りたいなと思って、ほう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 、はい、これ SIC の、はいはい、これいいよね、はい、アナザーアギトと、うん、これはアギトのフレームフォームっていうね、はいはい、初期の、最初のうち の、うんうん、ノーマルのアギトなんだけど、うん、ちょっとパワーアップしたバージョンにね、ちょっと剣、はいはい、持ってる、片腕がちょっとでかいのよね、あの、フレームフォームの、アギトです。はい、それでですね、うん、なんていうかな、これ同じアギトなのよ、はいはい、同じアギト、同じアギト、うん、つまり、ですね、暁号事件という、うん、海難事故で、はい、その時にその、天使である火のエルっていうね、うんうん、天使、まあ、天使というかエルロードっていう、まあ、アギトの世界でエルロード、まあ、分かりやすく言うと大天使みたいな、うんうんうん、のが暁号にいる人間に力を与えたと、はいはいはい、でその中で覚醒した2人なんですけど、うん、同じように覚醒してるのに、うん、形が随分違うんですわ、うん、違うね、うんうん、でもう一個ギルスっていうのがいるんだよ、ね、あ、出たね、うんうん、緑色のやつね、そうそうそう、うん、でこっちはね、このアナザーアギトはね、ギルスとアギトの愛の子みたいな造形してるんだよ、例えばこういう、うん、中間種みたいな、こういうところとかね、うん、こういうところ、うん、はいはい、これはギルスにもあったところ、うん、ね、で顔もやっぱりこうちょっとおどろどろしくて、うんうん、まあ、クラッシャーが開いて、うんうん、なんかね、どっちかっていうといわゆる怪人、うん、アンノーンに近いわけ、はいはい、うん、でこっちっていうのは非常にヒロイックな今までの仮面ライダー、うん、ちょっと SIC だと分かりにくいんだけど、ごめんね、ごめんなさいね、 SIC だと分かりにくいんだけど、こちらにある、最終形態シャイニングフォームってあれです、これアギトのシャイニングフォームって、これ最終形態なんですけど、
こちらを見てもらえば分かるんだけど、ずいぶんやっぱ違うわけ。うん、違うね、うん、こっちの方がずいぶんなんかね、うん、なんか広いくて今までの仮面ライダーっぽい、うん、そう、仮面ライダーっぽいアギト、ね、こっちはどっちかっていうと真に近い方ね。そう、真仮面ライダーね、もっとこう、なんか生物感というか、うん、リアル感があってね。そう、でギルスも生物感なんだよね、うんうん、で、こう、進化の過程の中でこれがね、バーニングフォームってなんで、さっき言ってた、はいはい、バーニングフォームが好きだって、うん、うわーってね。そう、バーニングフォームになるとどっちかっていうとこっち寄りなんだよね。あ、そうだっけ。そうそう、だけぐわーって、そう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 、ね、胸筋のところに血管見えてるみたいな。そうそう、だからこっち寄りになるんだよ、ちょっとだけ。はいはいはい、はいはいはい、ね、進化の過程としては、うん、最初これ仮面ライダーアギトって、まあ、これに近い感じなんだよね、うん、ノーマルはこれの黒筋みたいな最初カラーリングなんだけど、それからバーニングのあの赤いちょっと有機的なこっちの生物感のある方に振っといて、うん、そういうことね、シャイニングにこっち戻ってくるわけよ、はいはいはい、造形としてはよ、うんうん、ごめんね、バーニングとかシャイニングもいろいろ用意してりゃいいんだけどさ、うんうん、ごめんね、ギルスとかもね、うん、あの用意してりゃいいんだけどさ、ネットで調べてねってやつね、うん、そうね、ごめんね、ごめんね、もう気の利かんでね、ほんと、うん、うん、確かそうね、あのバーニングホームになった時はドッグンドッグンってこう胸筋が鳴ってたような気がする。そうそう、でやっぱここにもこういうのがあるの、あれね、バーニング。あ、あったっけな。そうそう、ちょっとビラビラってなってるんだよ。ほうほうほう。で結局さ、アギトって何なのかって、うん、そう、それがね、なんか話が難しくしてしまってるみたいな感じがあったんだけどね。さっさっさって、ちょっとごめんね、うん、じゃあ簡単に説明するね、もう時間もないし、うん、アギトって、うん、結局神の神話なのよ、あれって。あ、そっちに行くわけ。そうそう、あれ神話なので、神話で結局さ、あの怪人っていうのは天使なの。あれ天使だったの。はいはい、あ、そう、アンノウンってやつ。アギトの花会の時もっとちゃんと話しますからね、ちょっと待っててね、まあ、ちょっと、あ、そうなの、まあまあ、ちょっと造形に関して今回言うんで天使なのよ。はいよ、うん、で、神様のコピーが人間なの、うんうん、そのアギトの世界では、うん、で神様のコピーが人間で、うん、アンノウン、つまりロード怪人、あの怪人たちのコピーが動物なわけ、うん、はい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 、はい、で、それに動物を物語るようなあの怪人のスタイルになっていくわけ、ね、逆なんだよ、考え方が逆なんだよ、うん、あのアギトの世界 あの話見れて、あ、怪人が動物に似てるんじゃなくて、あの世界では怪人のコピーが動物なわけ、あれが天使だからね、はいはいはい、で、その暁号 の乗組員というのは人間だから、つまり神様のコピーなわけ、うん、はいはいはい、ね、でしょ、なるほど、ね、でも、うん、その力を与えたのは火のエルっていう天使だから、うん、あの怪人の怪人なわけよ結局は、うん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 、分かる、うん、そうでしょ、怪人の力を人間に与えたわけ、つまり怪人と神様のコピーの愛の子なわけよ、はいはい、アギトっていう存在は、はいはい、分かります、なるほどね、でだからなんていうの、なんていうのかな、ね、まあこれ結構持論なんだよ、ごめん、調べてるわけじゃなくて見てるうちでそう思っただけだから、だからこっちはもうその怪人の方の血を濃く出てるわけよ、うん、でこっちはその神様の方の血を濃く引いてるわけ、はあ、はあ、そういうことね、うん、神様のコピーとしての、うん、あの成功体、はいはいはい、だからずっとそう進化していく、アギトっていうのは進化していくから、うんうん、ね、普通のアギトからそのバーニングの時はものすごく火のエールっていう力がものすごく前面に出てるから、うん、ああいうなんかその、うん、ね、ロード怪人みたいな造形になってるし、うん、でさらに進化して最終形態の時にはさらまたその神様 のコピーとして の,、うん、の人間の進化としての、はいはい、あのヒーロー像になっていると、あ、うん、そこがなんかこういうね、なんか形になったのかなと思って、うん、なるほどね、そういうなんかこう怪人とかそのアギトなりギルスなり、まあもっとね、もう本当はこんな話なんだけど全部話してしまうから、まあ、だからあのどんだけ話いいかちょっとね、こう考えながら話してるからちょっとねよくわかんないかもしれないけど、まあね、進化の過程としてそので神様の愛の子なのよ、これもね、神様と愛の子なんだけど、どっちの血が強く出てるかっていう、でその安納の力の方が強く出てるかどっちかっていうのでね、なんかこう変わってきてるね、ギルスはギルスでね、ちょっとギルスはギルスでその火のエルと地上人間の子供っていう設定やけんが結構混じってるのよ、はいはいはい、
でその力を恐れてるのよね、あの神様っていうのは。あの不思議な少年がいたでしょ、あの分かるかな、病室にずっといたさ、あれが神様なんだけどね。ああそうなの。そうそう、あれが神様、創造主なんだよ。で神様あの力なぜ恐れているかっていうの、その混合した時に、あ混ざり合わさって進化した時に自分を超えるんじゃないか、だから潰さなきゃいけないのよ。あーあなんかああ繋がってきたような気がする。そう見てくれよアギト、アギト見てくれアギト面白いから。ああなんかおぼろげに繋がったような気がする、うん、いやあのね部分部分でね、あのクーガとね混乱してる。あダメだ、あでも近しいんだからな、うん、あれもな、クーガとね混乱してる、うん、うん、分かる分かる、こ結構クーガとアギト混乱するよね、うん、なんか似てるしね、うん、スタイルが似てるのよ、うん、分かる分かる、うん、だからね、なるほどね、あなんかうんなんか分かるような気がしてきた。あもうその辺の話とかも絡めてね、はいはいはい、そのアギトの時の話っていうのもしていきたいなって、はいはいはい、その神話としてのアギト、うん、赤月号とは何だったのか、アギトとは何だったのかね、アギト、うん、アギトっていうのはアルファから始まって、うん、オメガで終わるって、うん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 、アルファオメガってね、これ聖書の中にあるんですよ。はい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 、うん、アギト、そこにほら書いてるでしょ、 A で始まってオメガで終わってるでしょ。あなるほどね、うん、これはね、すべて創造主って意味なんだよ。はあ、うん、だからね、そう神様の物語なんだよ。ああそのうまあよう考えとるね。そうだからすんごいね、よくできてる、めちゃくちゃ今見ててもね相当ボリュームあるもん。だからね大変見てて。ああそうやろね、うん、見ながらこういやよでもこれ子供番組かっていう話になってくるよね。そうね、それをね、あまあ34話ぐらいで、あのね、ワイヤー攻撃で話したいと思うんで、ね、だね、ぜひね、うんうん、アギトファンの方もね、来てほしいし、カメラ、仮面ライダーファンの人もね、うん、だね、うん、そうそうそう、ライダーファン、はい、来てほしいと思うんでね、うん、はい、今日はね、こんな感じでね、ちょっと触りで、はい、アギト、触りでね、うんうん、終わりたいと思います。触りとしてはこんなもんでしょ、うん、ちゅうか、結構、触りにしては結構喋ってるぞ。本当だね、大丈夫かな、喋りすぎたな、うん、まあいいや。まあいいや、うん、うん。まあ、こんな感じでね、はい、こういう話していきたいと思います。ですね。はい、というわけで、72話、72話、はい、ここまでです、はい、73話でお会いいたしましょう。どうも、おやすみなさーい。